レベッカ・ホールはイギリスの女優、映画監督。父親は舞台演出家、映画監督のサー・ピーター・ホール。母親はカルメンを得意としたオペラ歌手のマリア・ユーイング。5歳の時に両親は離婚。イボアには舞台演出家、エドワード・ホール、姉がいる。92年に父が演出したミニシリーズ、ザ・キャママイル・ローンで TV デビュー。寄宿学校である。 ローディーンスクールを主席で卒業後、入学したケンブリッジ大学セントキャサリンズカレッジでは、英文学を専攻。2002年に、ジョージ・バーナード賞の、ウォレン・夫人の職業で、舞台デビュー。2006年に、デイビッド・ニコルズ原作の、スターター・フォー・テンに初出演し、続く、プレステージで講演し、数々の新人賞候補となる。また、フォード・マドックス・フォードの愛人でもあった。 ジーン・リースが、ジェーン・エアのベルタをモデルとして描いた小説、サルガッソーの広い海のテレビ版のヒロインも熱演した。続いて、ウディ・アレンの、それでも恋するバルセロナのヒロイン、ビッキー役に抜擢され、スカーレット・ヨハンソン、ペネロペ・クルスと共に一躍脚光を浴び、ゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされた。以来、 次々と国内外の注目作の役を得、2012年は、フォード・マドックス・フォード原作、パレーズ・エンドでの公演で、英国放送記者組合賞の最優秀女優賞を受賞。2011年は、ロンドンのナショナル・シアターで、父の演出による12夜で、バイオラを演じたのも注目された。2021年公開予定の映画、パッシングで監督デビューを果たす。 2011年から映画監督のサム・メンデスと交際していたが、2015年に破局。2015年9月26日、俳優のモーガン・スペクターと結婚。ありがとうございます。